どうも、即っ塾のこぶでございます。今日もね、本当に怒りのネタが尽きないと皆さんも思ってらっしゃると思います。まあ、日銀の総裁っていう日本のお金のその首根っこを捕まえてる人がここまでね、お金のことを知らないっていうのは本当に恐怖ですよ。うん。こういう人がね、うん、国民のお金を見ている、全然見てないんだけど見ているっていうふうに豪語するのは極めて恐ろしいことだとやっぱ思いますよね。 これはね、日銀に突撃電話するレベルですね。後でやりますんで、皆さんお楽しみに。で、こういうふうな記事です。まあ、記事を見なくてももうお分かりだと思いますけども、日銀総裁、家計が値上げを受け入れている。<laughs> いや、受け入れるわけないでしょ。値上げされて嬉しいことなんで何一つないんですよ。ね。デフレ経済がなんで起きたんですか。ね。そして、デフレ経済の中で給料が上がらないまんま、今度はコストアップインフレが起きてるわけですよ。 そして、悪い円安って言い方もしますけども、円安が進むことによって、輸入に頼る私たちの国っていうのは、食品がバシバシ値上がりしてるわけですよ。この日銀総裁はね、もう人様の税金で食ってるくせに何を考えてるんだと思いますよね。このままだったら、納税者ばかりが貧乏になって、税金で暮らしてらっしゃる方はどんどん豊かになるっておかしな構造になりますよ。いや、本当にね、納税をね、もう断ってもいいレベルでしょ。この前の。 あれでしょ東京国税局の詐欺事件にしてもそうだし、2億円も詐欺ってるわけですよ。だったらね、もう繰り返しますけども、税金が欲しいんだったら、詐欺りゃいいじゃんと。詐欺って省庁からお金、給付金とか盗むめはいいじゃないかって話になるわけですよ。この日銀もね、金がないんだったら勝手にもうお金吸ってくださいもん、もう自分で。うん、もうほんとひどい話だなと思います。もう記事読む気力もなくなりますよ、こんなの。で、6月6日、都内で開催された、 共同通信、木更議会の公演における西銀銀行、黒田総裁が発言したと。発言したってことは脳みそがこれを考えてるってことなんでしょうね。いや、これね、官僚答弁って言いますけども、これ読んでくださいって言っても、いや、こんなこと私の口から言えませんよってまともな神経だったら、言えるでしょ。金融引き締めを行う状況に全くないと。うん。家計が値上げを受け入れてる間に、良好なマクロ経済なんとかって書いてますけども、この人はね、 デスクの上ばっかりで数字いじってるから全く分かってないんですよ。カップヌードルの値段がね、この数年でどのぐらい上がったか、ね、うまい棒がどのぐらい上がったか、国民の目線ってのはそこですよ。キャベツが10円上がったらね、消費者を直撃ってなるわけですよ。ね、食べることでやっと生きてるわけですから、この人はね、食べることに困ったことがないと思いますよ。 せっかくお年を召されて戦後のもののない時代を経験されたはずなのにこの人は一生困ったことがないから困ってる人のところには全く目が向かないんでしょうねここに書いてますよ月給20万円で生活してみろとね月給20万円ってのは本当小銭程度の感覚なんでしょうで国民に流すお金の量っていうのこの人が決めてますからねだから私たちがもしお金に困ってるとしたらこの人のせいなんですよこの顔のせい ね、以前は、麻生大臣のせいにしてましたけど今度は、この人のせいです。ね、ウォンテッドですよ、もう。この金にピンと来たら、って感じです。この顔によく似たおじいちゃんが近所にいたら、その人はいじめられるんじゃないかな、と。<laughs> その時は、この、黒田総裁のこの発言のせいだからね、この方に賠償を求めてくださいね。いや、本当に怒り浸透ですよ、皆さん。日銀に電話をしてね、こんなことを言う人が、まあ、日銀の総裁だと思うと、私たちはもうね、 え、やってられませんよと。ため息でもついてやってください。電話攻撃で。ね。ひどい話だと思いませんか。ということで今日は以上です。